なのをどうやって。確かにこのままでは。おかげ戦い方が雑になってるぞ。ひらめともそんなやり方でもすぐにバテる。命を懸けて戦ってんだ。これ以上のやり方がないんだよ。おかげ、しまった。くそ、このわしがシャリンガンごとき幻術に。大野姫、戦闘経験値の差が出始めたな。スサノオ火獣眼の術で止めて雷影まで助けたか。立て影ども、聖書を開けるときにもう弱音を吐くな。おかげの端くれなら最後の言葉はその肩書きに恥じぬものにせい。わしらがナルトに預けた戦いがあるんじゃ。あいつに預けられたここでの戦いは絶対に勝つと誓ったんじゃぜ。それにもう一つ、わしらは忍びの者全員から預かったもんがある。おかげを預かったことを無駄にするな。やはり問題は大抜きか。あやつの心を折るしかあるまい。姫、もっとじゃ。会えなくてもチャクラも残り少ない。これが最後だと思え。神魂限界剥離の術。スサノオを出していた分神魂の吸収が間に合わなかったな。俺には物理攻撃しか効かんと言ったはずだ。神魂で分身を消しつつ陽動を仕掛けたつもりだろう。砂だけではない。砂が嫌なら術の吸収を止めればいいのよ。そしたら雷水榴弾でしびれちゃって動けないけど。その隙にわしが神魂をかます。そうなれば封印する時間は十分じゃぜ。見たか、これが五影の全力じゃぜ。なるほど、さすがは仮にも影の名を背負う忍びたちだ。ならばうち浜田らも全力で答えよう。五影も何も全てが無駄になるということを。この完成体スサノオ、大きい。これが本当のスサノオ。まだだ、定まれ。のチャクラが安定した。ここまでの差か。おじいさんはこんなやつを相手に。俺を止められるのは唯一柱間だけと言ったはずだ。だがやつはもういない。それもお前らにとっては帰ってよかったと言えるかもしれない。なぜなら、どうも
俺一人分なら地図を書き直す範囲が狭くて済みそうだからな。そんな、山が切れてる。これが内浜だな。なら、なぜあの時。わしらお前に手を抜いた。砂利と本気で喧嘩する大人がいるか。そんなことよりもう終わりか。私らはまだ道に迷うてばかりじゃが、今やっと道を見つけられそうなんじゃ。こんなところで。このスサノオは破壊そのもの。その人たちは死んだ万象を砕く力を持つ。あの美獣にすら匹敵するが、お前らの道もろとも砕け散れ、五影。ね、牛。猿、トラ、タツ、イ。これで全部か。よし、ね。牛、猿、もう何を言っても無駄なようだな。あんたを見かけたとき、トビア団蔵の言ったことが本当なのかどうか確かめたいとあんたについてきた。だが、確かめられたのはそれだけじゃなかった。あんたといると昔を思い出す。兄を慕っていた幼い日の気持ちをな。だからこそなんだ。昔のような仲の良かった俺たち兄弟に近づけば近づくほど、理解すればするほど、あんたを苦しめた木ノ葉の里への憎しみが膨れ上がってくる。前にも増してそれがどんどん強くなる。俺にどうしてほしいのかは分かっているつもりだ。あんたは俺の兄だからこそ俺を否定するだろう。でも俺はあんたの弟だからこそ何を言われようと止まらない。ここで兄さんが里を守ろうとも、俺は必ず里を潰す。トラ、トツ、さよならだ。いい、江戸転生の術、かい。兄さん、残念だけどここまでのようです。黙れ水かけ、わしはまだ諦めんぞ。どういうことだ。十社に何かあったのか。間に合う。少しずつ意識が遠のく感じだ。さよならの前にお前が確かめたかったことを教えよう。もう嘘をつく必要はない。
お前と別れた夜、俺のやったことは断蔵やトビの言った通りだ。お前に全ての真実を見せよう。これはイタチの記憶。もうウチハのクーデターは止められそうにない。このままコノハが内戦を起こせば他国が必ず攻め入ってくる。まず戦争になる。琴天つかみを使いクーデターを止めようとした矢先、断蔵に右目を奪われた。奴は俺を信用していない。なりふり構うことなく自分のやり方で里を守るつもりだ。おそらく左目も狙われる。その前にこの目はお前に渡す。死水、頼めるのは親友のお前だけだ。この里を、ウチハの脳、守ってくれ。もはや容認できるぞ。それを革命と乗ったまえ、政権を奪取するつもりなら、ウチハは木ノ葉の逆賊として処断せざるを得ぬ。小春待て、結論を急ぐな。しかしヒルゼン、ウチハ一族はもう止まらぬ。ならば混乱を避けるためにも一刻も早く手を打つべきだ。何も知らぬ子供も含めてな。イタチの前で言うことではない。それにウチハ相手に内戦となれば簡単にはいかぬぞ。何か策があるはずじゃ。事態は一刻を争う。奴らがことを起こす前にこちらから先手を打つのだ。お前とわし、そして互いの暗部が手を組み背後から奇襲をかければすぐ終わる。ウチハはかつての戦友、力ではなく言葉で話しかけたい。わしが策を考える。イタチ、少しでもいい、できる限り時間稼ぎをしてくれ。三代目はああ言っているが、いざとなれば木ノ葉を守るため動く。奴はそういう男だ。そうなればあのヒルゼンとて火影として断固たる処置を取らざるを得ん。戦争になろうがなるまいが、クーデターが起こった時点でどのみちウチハは全滅する運命にある。何も知らぬお前の弟も含めてな。だがクーデター前なら弟だけは助かる道もある。ことが起こってしまえば弟の全てを知ることになろう。木ノ葉の忍びにより一族が抹殺されるのを目の前で見れば、木ノ葉への復讐心が生まれる。そうなってはもはや弟にも死んでもらうほかはない。それは脅しか。いや、選択してほしいのだ。ウチハ側につきクーデターを起こして家族一族と共に全滅するか、我らコノハ側につきクーデター前に弟だけを残してウチハ全滅に協力するか。里を守るためには混乱を生む前に何としてもことを始めねばならぬ。この任務を任せられる忍びはウチハとコノハの二重スパイである。イタチ、お前を置いて他にない。イタチ、お前にとっては辛い任務となる。しかしその代わりお前の弟だけは残してやることができる。里を思う気持ちはお前も同じ。この任務引き受けてくれるか。なぜ俺のことを知っていた。あんた、あの木ノ葉の警備をかいくぐり中野神社の秘跡まで調べていた。あれの場所を知るのはウチハの者だけ。それからあんたの行動を調べ、どんな人物でどんな思想を持つのか調べさせてもらった。それなら話が早い。なら俺がウチハ一族の者で木ノ葉とウチハに憎しみを持つことも知ってるってことだな。条件がある。ウチハ一族への復讐は手引きする。代わりに里へは手を出すな。それとウチハサスケにも、こうなる前に言っておけばよかったと今になって思うよ。そうか、
お前は向こうに着いたか。父さん、母さん、俺は。分かってるわ、イタチ。イタチ、最後に約束しろ。サスケのことは頼んだぞ。分かっている。恐れるな、それがお前の決めた道だろう。お前に比べれば我らの痛みは一瞬で終わる。考え方は違ってもお前を誇りに思う。お前は本当に優しい子だ。これでもう二度と言うことはない。俺は全ての真実を語った。もう二度と。俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を、母を、内葉を変えることができたかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今更お前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことをほんの少しだけ。俺のことをずっと許さなくていい。お前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。ナルト、ジンチリたちが消えそうだ。どうやらイタチがうまくやったようだ。ありがとう、イタチ。ってことは他の戦場も。カブト、失敗したか。よそ見してんじゃねえよ。お前の相手はこの俺だ。江戸転生は解除されたようだな。次回のナルト疾風伝は江戸転生解。それがどうした。